はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。それじゃあアンダーテールパート3やっていきましょう。で、前回はパピルス、まあサンズと会ったんだけど、そのね、サンズの弟パピルスがね、いろいろいたずら仕掛けてくんだよね。あ、久しぶりだな。敵も兵暴が現れた。ジェリーも来た。どっちが兵暴でどっちがジェリーだ真ん中さ、タコなのかイカなのかよくわからないおっさんみたいな顔しているけど、とりあえず兵暴攻撃するか。あ、そうそう、 A ボタン連打だったわ。よし、うん、マンドクセマジオワコンとか言ってるよし、避けよう避けよう。久しぶりだなこのアンダーテールも。 A ボタン連打 しなきゃいけないの忘れてたわ。ここの Wi-Fi 使えねえジェリーの匂いがする。ジェリーよ、もう俺のための、え、8しか食らわないんだけど。強くねこいつ。マジか、空気読めしこれ逃がせってこと。いやでもね、俺はもうここまで来たら絶対倒してやるわ。前回のねトリエルと戦ってる時のコメントでね、トリエル逃がせ逃がせってねコメントが来てたんだよね。あの時さ、トリエル逃がしてたらトリエル助かったの？それだけがねすごい気がかりなんだよね。何俺今バッドエンド真っ最中みたいな感じ。トリエルがいない世界なんて俺はもうつまらないんだけど。やっと倒せるな、強かったなこいつ。18ゴールドじゃないや、18の経験値と72のゴールドね。お、なんかあるぞこれ。これなんだ、罰って書いてる。え、なにこれ、調べれないわ。もしかしてここになんかあるってこと、右上に。じゃあそれじゃあ右上行ってみよっか。確かここだったっけ。雪の中にスイッチが隠れている。今押したね、カチって言ったもんね。それで、あ、でここの針がねなくなるのか。お、なんだこいつら。え、なんか匂うっす。匂いの元はどこさ。匂いの元に潰すっす。正体を表しな。いや普通に別に隠れてないけどねマークしたくなるっす。強そう、あいつらキスしてんだけど。絶対倒してやるわ。イヌッスの方から行こう。よし、あ、そんなに強くないぞ。神さんに触るなっす。触ってねえぞ。あ、待って、これ強い。待って、これは強い最後マークがハートになってたよね。よし、天使元気で犬がいいっす。シャラップ。これはこうか。オッケーオッケー。で次真ん中で、この旦那さんの方から倒しとくか。今度反対、え、同じなんだけど。あー、ちょっと待って、強い強い、これは強い、これは強い。イヌッサ怒りのデスロード、やばいな、めっちゃ怒ってんじゃんあ、こっちの犬の方が弱いな。よし、それじゃあ、あ、これは強いな、これ避けきれないぞ。そしてこれでダウン60、めっちゃもらったんだけど経験値。そしてレベルが上がった。そしてこれは何だろう、看板読むか。全ての罰を丸に変えた後スイッチを押すこと。これを丸に変えろってこと。あ、パピルスいる、パピルスいるわ。俺様の罠をどうやって回避した。それより俺が食べる分は残ってるのか。スパゲティか、残したよね。てか食べてないんだけど本当に可愛いなパピルス。俺様のお手製パスタ残したの。俺様の分をわざわざ残しておいてくれたの。心配には及ばん、マスターシェフパピルス様がまたいくらでもパスタを茹でてくれるわ。え、どっか行くの。まあいいや、これで針がなくなると。お、いるんだけど。最近兄ちゃんが靴下をコレクションし始めた。サンズか、
俺様は時々思う。俺様みたいにイケてる弟がいなかったら兄ちゃんはどうなっていたことか。え、進めるんだけど、これは人間。実はね、貴様がなかなか来ないからこのパズルを改良しておいた。雪の塊を動かして俺様の顔みたいにしてやった。しかも雪は凍って固まってしまった。だから当然答えも変わったということだ。その上、怠け者の兄ちゃんもここにはいない。要するに何が言いたいかというと、お前も向こうに行けなくなったのか。いやいやいや、どういうこと？全く心配には及ばんということ。偉大なるパピルス様がこの謎を解いてやる。そして二人で一緒に先へ進もう。やっぱり先に行けなくなったんじゃん、パピルス。でもその前に自力で解いてみてもいいぞ。俺様はここでお口にシャックして見てるから。絶対解けねえやつだろ。解けねえから俺に頼んでんだろ。さてどう行こう。待って待って、三角とかなってんだけど。ちょっと待って待って。 OK、 やった、解けた。しかも俺様の助けを借りずに。素晴らしい、実に見事だ。さて貴様、俺様みたいにパズルが大好きだな。それならきっと次のパズルも気に入るはず。貴様には簡単すぎるかもしれんがな。え、どんなパズルなんだ？てかこのアンダーテールってさ、謎解き多くない？え、サンズいるんだけど。あっという間に解いたな。お見事だぜ。オイラが助けるまでもなかったな。助かったぜ。オイラ基本的に何もしたくないから。怠けもんかよ。さて次はどんな、え、モザイクめっちゃかかってんだけど。来た、さっきの人間だ。貴様は絶対にこのパズルを気に入るはず。何しろかの有名なアルフィー博士が発明した。この灰色のタイルはスイッチを入れると色が変わる。タイルは色によって違った効果を発揮するのだ。赤いタイルは通行禁止、つまり通れません。黄色いタイルは電気ショック、踏むと感電する。緑のタイルは警報装置、うっかり踏むとモンスターと戦闘になる。オレンジのタイルはオレンジの香り。いる？このリアルの世界までオレンジの香りによって来ないんだけど。青いタイルは水のタイル、泳いで通っても構わん。ただし体がオレンジの匂いになっているとピラニアが寄ってきて絡みつくから注意だ。それはやばいな。それと青いタイルが黄色いタイルの隣だと青いタイルを踏んだ時も感電するぞ。そっか、電気と水って感電するもんね。紫のタイルはツルツル滑る、踏むと隣のタイルに強制的に移動してしまう。ただしツルツルの元になる石鹸はレモンの香り。ピラニアはこのレモンの香りが大嫌い。つまり紫と青の組み合わせはセーフということ。待って待って、覚えることが多いんだけど。いや分かったけど、とりあえずやっていこっか。このパズルは完全にランダムに生成される。俺様がこのスイッチを押せば誰も見たことのないパズルが誕生する。だから答えは俺様にも分からん。覚悟はいいか。マジでランダムなんだけど。待って、さっきの説明俺全部忘れたわ。ちょっとしか覚えてないぞ。長くね？え？最高じゃんこれ。これピンクは通っていいやつだよね。赤って何？赤って、赤は通行禁止か。いや、こんなことだろうと思ったけどね。パピルスにしては上出来だったんだぜ。料理を慣れ始めてだいぶ上手くなったんだ。来年にはきっと食べられるもんに作れるようになるよ。あれ食べられなかったの？よし、ここでチンチンがあるな。犬に注目、なでなでしてくだち。中を覗くと床に犬印レーズンの箱が見えた。よし、それじゃセーブしようか。雪でできたものは壊してもっと便利なものに作り変えることができる。そんな当たり前のことを思うと決意がみなぎった。よし、それじゃ先に進みましょう。これも、え、待って、なんか下に行くと、なんだろうこれ、サンズ、雪の塊だ。赤いマーカーでサンズと書いている。パピルスの雪像。いるこれ。これ一回ここ右に行ってみる。じゃあ、あ、落ちる落ちる落ちる、これもしかして。あー、落ちるんだ。でここに戻ってくるのか。
あーこれは難しいな。一回適当に行ってみるか。じゃあ下を行って右で上で左、そして右行くか。そしてどうしよう。あこれ行ったな、一回で行けたわ。で左上のでスイッチ、オッケー。でこれでお真っ暗なんだけど次に行けたわ。頭雪かぶってたね。これ下と左あるけどどっちに行けばいいんだろう。よし、サンズがいるから先にこっちに行こっか。これ雪もふだ。これはワン、中誰かいる子だな。中誰もいないわ。こっちなんも、あなんか動いてる、なんかいるぞ。あかわいい。え何何あなたでかー待ってこれボス、音楽がめっちゃ可愛いんだけど、顔も可愛いけど体型ごつ。よし倒せるかな。あ意外と弱いぞ。おお待ってこれ強くね、この攻撃ワンワンってよし攻撃、あと1回か。待ってこの攻撃めっちゃ速いんだけど、相当強いし。よしこれで倒したかな。80ももらった。でこっち右に行ってみるか。下にサンズがいたのがちょっと気がかりだけど、おパピルスいた。え待ってサンズいるんだけど、さっき下にいたよね。最後のゲームだ、こいつはこれまでで一番危険だぞ。見ろ恐怖の死刑執行マシン、これやばくね。犬いるんだけど、俺がやれと一言合図すればたちまち動き出す。大砲が発射され、槍が突き刺し、ナイフが切り刻む。全ての凶器が容赦なく攻撃をし始める。この仕掛けを生きて突破することはまず不可能。覚悟はいいか。いいなら行くぞ。よいな一斉の、本当にやっちゃうからな。パピルスは優しいから絶対動かさない。え待って故障した、今合図するところ。え何も動かないよね、まだ全然動いてるように見えないぜ。いややはりこのゲームはなんというか、そのあっという間に決着がつきすぎる。そうともこんな装置は全然ダメ。俺様は誇り高きスケルトン、俺様のパズルは全部フェアプレイ。レイの罠もじっくり煮込んで美味しく仕上げたし、だがこの装置は安直すぎる、品がない。確かにな、右上の犬をね外してやってくれない。俺はねあれがめっちゃね気になるんだけど、あの犬が。やっぱパピルスって優しいよね、根は優しいんだ絶対。にゃはは待ってさっきさ下にサンズいたよね、あそこがちょっと気になるな。そうここねサンズいたんだけど、うわ俺のせいでなんか、え何これ、なんかいるんだけど、なんだろう。うわ洞窟があるぞ、なんだこれ、え何これ、扉だ。え何だろうここ、後で行くところかな。とりあえず今わかんない、どうすればいいんだろう。今は行くべきところじゃないってことかな。さっき言っておいておけばよかったな、サンズがあそこにいたのがねめっちゃ気になるわ。先にこっちに来てしまったからね。また来たぞおっちゃん、このおっちゃん防御力高えんだよな。凶暴から倒すか、これ見逃してみる。17の経験値と22、あのタコ強えから見逃すわめっちゃ強いもん防御力が。おウェルカムトゥースノーフル、めっちゃ可愛いんだけど。ここ宝箱取ろう、異次元ボックスを使う。あ違う宝箱じゃないわ、異次元ボックスだったわ。どうしよう、どれ、バタースコッチパイ、モンスター飴、なんかいっぱいあるね。ショップ、おめっちゃなんか RPG っぽくなった、なんかドカポンみたい。よし買う、どれ買おっか。丈夫な手袋、あ今丈夫な手袋つけてるよね。勇ましいバンダナ、バビコって何これ、回復か。
勇ましいバンダナ買おうか。一応プラス 7DF って書いてるから防御力が上がるんだよね。それ戻る。これ以上ないの？ないのか。売る。物を売りたい。ここは質屋じゃないよ。あんたの地元じゃどうなのかは知らないけど、棒切れだの使用済みの包帯だのいちいち買い取ったらうちは商売上がったりだよ。ってことは売れないのか。待って、話すってやったね。話してみよう。おすすめのスポット聞くか。この町のおすすめのスポットかい。お腹が空いてんならグリルビーズ、調べ物なら図書館、くたびれてんなら宿屋で休むといいよ。この店のすぐ隣。オッケー。退屈なら表に出て骸骨コンビの万歳でも見物。あの二人多分兄弟だと思うけど、ある日突然現れて偉そうにし始めてさ。ま、そのおかげで暇つぶしには困らなくなったけどね。よし、それじゃあさっきの勇ましいバンダナを装備しよう。そしてかわいい。眠ると最大 HP より多く回復する。あ、そうなの？最大 HP より。てかこの生き物何かわいいんだけど。いらっしゃいませ、高級ホテルスノーホテルよようこそ。とりあえず一回泊まってみよっか。なんだ右のやつら。しかもね、ピオキングうつ伏せで寝てんだけど死んだように。寝れた？大丈夫？え、寝れたの？2分と経たないうちに降りていらっしゃったお代は一晩泊まるときにいただきますね。っていうことは一応寝れたのか。一応ヒットポイント回復してるから多分寝れたと思う。寝れてないけど、まあ休めたってことか。明るい雰囲気の街を目の当たりにして決意がみなぎった。セーブ。はい、それじゃあね、新しい村、スノーフルの村でいいのかな。この村にたどり着いたところで今日のアンダーテールパート3は終わります。それじゃあね、次回はこの村を探索していきましょう。それじゃあまたね。